はい、のさようでございます。ではカリストプロトコル引き続きやっていきましょう。おお、来た。なんだなんだなんだ。ブロックされている。これ走れないのか。お前、パイロットだろ。俺はここが長いから詳しいんだ。脱出計画もある。助けてくれたら俺も助けるぞ。これを使えばブリッジの向こうの制御室に入れる。そこから俺の看板を開けるんだ。俺はイライアスだ。ジェイコブ、なくすのよ。ジェイコブ、命がかかってるんだ。俺を置いてくなよ。うわー、びっくりした。待て、うわ、いきなり。
あれ戦い方が。難しいな。これはちょっと。いや、顔真っ二つはちょっと。はい、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 待て、やめろ。これやこれや。むずいぞ最初から。はい、はい、はい、待て、やめろ。なんか最初からこれで不安でしかないんやけど。
大丈夫？方法が違うのかな。これ何がダメなんだ？なんか序盤でこれだったら思い知らされるぞ、これは。タイミングまずいんだろうな、きっと。いや、何だったんだよ、これは。ライアスの独房を開く。はい。もういいだろう。え、もういいの？いや、これはちょっと。これどうやって戻るんだ？
いや、開かないんですけど。何かを忘れてる？え？どうやって出たらいいの？これバグってる？もしかして。どっから出たらいいんだよ。これ絶対バグってる。うわー、ちょっともうせっかくさっき倒したのに。はい。はい。はい。
もう嫌や、もう嫌や、ここ嫌や。で、解除したよな。もういいだろう。あれ？ということは違うんだ、やっぱり。出方があるんだ。ちょっと待って、チュートリアル。この開かないのどうしたらいいの。ずっとこの出っ放しのこれは何？何か見逃してる？
ちょっと分かんないので考えます。でむちゃくちゃ中途半端ですけど、これ一旦終了したと思います。ご視聴ありがとうございました。のしかゆまでした。